フサイチ・コンコルド。フサイチ・コンコルドを、1993年から2014年は、日本の競争馬、シュボバである。わずか3戦のキャリアで、東京優秀、日本ダービーを勝ったことから、和製、ラムタラの異名を取った。主戦騎手は、藤田真嗣。判定にミラクル・アドマイア、ボーン・キング、アンライバルドがいる。場名の、コンコルドとは、旅客機のコンコルドのことではなく、 フランスにあるコンコルド広場に由来している。デビュー前の立冬への輸送中に輸送性の肺炎を発症し、その影響と思われる逆体温、朝よりも日中の体温が低い、輸送時にたびたび起こる熱発、発熱など、極めて体質が弱かった。デビューは3歳となった1996年1月5日、京都競馬の新馬戦で、 単勝一番人気に応えて勝利した。二ヶ月後のスミレステークスを勝利し、サツキ賞へ出走できるだけの習得賞金を加算したが、管理調教師の小林ミノルは、サツキ賞を回避することを決定した。しかし、東京優秀への道は平坦ではなかった。トライアルのプリンシパルステークスへ出走するため、東京へ輸送したところ熱発してしまい、同競争を回避することとなり、 そのため、賞金的にデイナが微妙になった。東京優春の前には、同級車道場所、関口ふさのふさ一新一が900万、下条件線を勝ち上がりコンコルドより、習得賞金が多くなり、小林と関口はコンコルドが出走できるなら、新一の回避も考えていたが、なんとか二頭揃って、出走にこぎつけた。しかし、輸送後にまたも熱発で、 小林が出走取り消しを考えるなどドタバタ続きであった。迎えた第63回東京優勝。日本ダービーで一番人気に支持されたのは、サツキ賞を同様に熱発で回避したものの、プリンシパルステークスを勝利したダンスインザダークだった。サツキ賞2着のロイヤルタッチが2番人気、1着のイシのサンデーが3番人気と、3頭のサンデーサイレンスサンクが人気を集めていた。 フサイチ・コンコルドは、無敗とはいえキャリアがわずか2000、度重なる熱発ということもあり、関西の秘密兵器として、穴人気をしていたものの7番人気にとどまった。レースは、桜スピード王が、スローペースで逃げ、ダンスインザダークが3、4番手の絶好の位置につけていた。フサイチ・コンコルドは、スタートでわずかに出遅れたものの、7、8番手からダンスインザダークをマークする形で、 進んだ。最後の直線でダンスインザダークが抜け出したが、安城の藤田からゴーサインを出されたフサイチコンコルドが差を詰め、2頭の叩き合いはゴールいった前まで繰り広げられ、最後にはフサイチコンコルドがダンスインザダークを首差しりぞけた。3戦でのダービー制覇は1943年の栗藤以来53年ぶりで戦後初の快挙となった。 このレースの実況を担当した三宅正春、フジテレビアナウンサーは、超音速旅客機、コンコルドのイメージから、外から音速の末足が炸裂する。と、叫び、本馬場,場入場でも、関西最後の秘密兵、大外を駆け抜ける音速の末足と実況した。翌日のスポーツ新聞は、その勝利を音速の末足という見出しで飾った。三宅は、 自らの予想は、不採地コンコルドダンスインザダークの一点だったとも、語っている。その後も、体質の弱さは相変わらずで、菊花賞のトライアルとして、京都新聞杯を予定していたが、調整が間に合わず翌週のカシオペアステークスで復帰。圧倒的な一番人気に押されたが、大逃げを打ったメジロ鈴丸を捕まえきれず、小馬審査の二着と、乾杯、初黒星を喫した。 菊花賞ではダンス・イン・ザ・ダークに次ぐ2番人気だったが、最後の直線でダンス・イン・ザ・ダークとロイヤル・タッチにかわされ3着に敗れた。その後も脚部不安に悩まされ、出走することなく、翌1997年の秋に引退。11月16日に東京競馬場で引退式が行われた。フサイチ・コンコルドは1998年からタネボバとなり、 ヤシロダイスタディオンステーションとブリーダーズスタディオンステーションでつなぎようされた。種ボバとしては、ブルーコンコルド、東京大商店、JBC スプリント、マイルチャンピオンシップ南部杯など、G1 を7勝、バランスオブゲーム、弥生賞、毎日王冠、中山記念など重賞を7勝、大隅春香、エリザベス女王杯2年連続2着、チューリップ賞。 クイーンステークスなど重賞を4勝などを輩出している。ブルードメアサイヤーとしての3区も2006年により競争馬として走っており、2009年にジョーカプチーノがファルコンステークスと NHK マイルカップを制し、ブルードメアサイヤーとしての重賞競争初勝利を記録している。二千十一年十月、チンジケートの解散に伴い守護馬引退が決まり、予選を送るため、 青森県の太田ファームへ移動したが、現地生産者からの要望があり、2013年時点でも種ボバとして供用されていた。2014年9月6日、放牧した際に転倒し左後ろ足を骨折。7日には自力で起き上がれなくなり、2014年9月8日午後5時、頃に池を引き取った。ブルードメアサイアーとしての主な産区は以下の通り、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。